チャオ、あっちゃんです。今日11月21日、はい、あっちゃんちのおやつタイムです。はい、昨日ね、鈴鹿から帰ってきてね、寒かってドクドクしたから温めてね、お風呂だけ温めて、お風呂ちゃうわ、体だけ温めてお風呂入ってね、頭洗わへんかったこんなガッサガサも最悪です。はい、メイクだけはね、ちゃんとメイク落とししてんけどね、昨日ね、風でくしゃくしゃになったから、もう、まあ、何でもいいわ、そんなちゃうねん。今日、おやつタイム、今日は、ゆいちゃんからもらった、ポリンキーの九州醤油味、甘口でまろやかな醤油、ポリンキーサクサク三角、ポリンキー小池屋です。はい、食べたいと思います。粉道金醤油のゴールデン紫を使用、粉末醤油の原料として使用、アゴとアジのパウダー使用、うまみが詰まった味わい、アゴだしって美味しいんだよね。じゃあ前にね、九州のみきちゃんのお友達からね、アゴだしもらって、それでね、いろいろ作ったことあるんだけど、すっごい美味しかった。うん、ね、はい。で、トウモロコシの優しい味わいのポリンキーは、旨味を効かせたまろやかな甘みのある九州醤油との相性が抜群です。ということで、ポリンキーの九州醤油味、いただきたいと思います。はっさみー。風でね、フラフラしてんねんけどね、やっぱりね、もうちょっと気合入れな、もう一晩寝たらな、みたいな、今日お風呂入って温まってみようということでね、はい、ポリンキーをこんな感じです。うん、つないで、はい、ポリンキー、普通のポリンキーの形をね、うん、香りちょっと醤油の匂いがする。では、いただきます。甘い、甘い、この海苔甘い、うん、おいしい、甘い醤油の味がしてね、おいしいよ。うん、どう、うまい、うまい、量がめっちゃうまい、うまい、ヒカルは、うまい、よしじゃ、持っていかれました。行かれました。量が持っていてるのに何が出てんの、はい、うん、美味しい。で、ポリンキー軽いから、はい、食べられる、食べれるし、こうサクサク食べられるし、で、ポテチじゃなくね、トウモロコシだから、ね、トウモロコシの優しい、ね、甘い味わいと九州醤油がすごい合ってる。美味しい、これ、うん、はい、めっちゃ美味しいです。うん、なんで関西でこれ売ってくれへんねやろ。お客さんね、じゃあ思うんだけどさ、九州の人ってほら九州醤油普通に食べられるからさ、食べられへん地域で売ったら売れると思うねんけどね。うん、どうしてそこの地方限定になるんやろね、思います。はい、ということで、今日はゆいちゃんが送ってくれた小池屋ポリンキー九州醤油味、美味しかったです。はい、ありがとうございます。ということで、ゆっくりまた子供ちゃんたちと食べたいと思います。ありがとうございます。美味しかったです。